シティハーベストチャーチ、シティハーベストチャーチ、中国語の艦隊アザ、または CHC はシンガポールにおける超教派のキリスト教会のメガチャーチとして知られている。また、霊的リソースセンターとしてアジアの多くの教会に使えている。クリスチャン雑誌、カリスマではアジアで最も大きな教会の一つとして紹介されている。シティハーベストチャーチは 現在2万4000人の会員を持つ、単立長教派協会としては、シンガポール最大の協会である。現在までの礼拝最多出席者数は5万千0 0 0人以上が訪れた2007年クリスマス礼拝。シティハーベストチャーチは、シンガポール協会協議会に所属し、シンガポール福音フェローシップ、フェスティバル・オブ・プレイズ・フェローシーの正会員として登録される。週末の礼拝は、 様々な言語で行われ、現在、ジュロンウェストとエキスポホール8の2カ所で礼拝が行われている。CHC は、カリスマ派とペンテコステの教えを基礎とし、偉大な今しめ、世界大宣教命令、文化的使命の協議を強調している。また教会員は24カ国の人々からなる。CHC では、シンガポール国内に、聖書学校、地域福祉活動団体、 教育センター、キリスト教、テレビ番組、舞台芸術学校、企業家たちのためのマーケットプレイスミニストリーを持つ。また海外での活動としては、特にアジアの国々の教会、聖書学校と交流を持ち、毎年それぞれの地域で合同正会、セミナーを開催している。2012年8月、主任牧師、コンヒー。 コングヘイラ教会幹部が教会財産である事前事業のための資金をコンヒーの妻、スウンホー、サンホーの歌手活動のために日本円で14億円以上流用した罪で逮捕、起訴、刑事事件として立件された。教会の指名宣言、信仰と清さの力強い霊的雰囲気に満ちた教会を立て上げるためべてのメンバーが ミニストリーに解き放たれ、また大選挙命令の成就のためい大いましめの元に訓練される。指名宣言とともに、シティハーベストでは十七の信仰宣言がある。この教えは、教会員の実生活や、教会内の様々なミニストリーの土台にもなっている。シティハーベストチャーチは一九八九年五月七日、コンヒート二十人の若者たちによって創立された。 当初は様々な場所で礼拝を持つ。カートンパークホテル、チョック会議堂、環境庁、国家生産性局の会議室、ホテルグランドセントラル、オーチャードホテル、ワールドトレードセンター、ウェイスティンホテルなどである。1995年6月4日、CHC はタンジョンカートンロードにあるハリウッドシアターを礼拝堂として借りる。そこでは6年間集う。 その後2001年12月15日、ジュロングウエストストリート91に2300席を有する街道を建設購入する。その後2005年12月11日、CHC では、教会員の増加に伴い、シンガポールエキスポホール8をレンタルし、礼拝堂として使用している。2007年12月2日より、ジュロングウエストの教会堂で同様、日曜にも、 英語礼拝を追加し、現在合計4回の英語礼拝が行われている。2004年4月29日、シティハーベストは ISO9001-2000 品質マネージメントシステム認証取得する。シティハーベストチャーチの協会員は現在2万4000人である。また、会員の55%が25歳以下である。協会には、 教会員が参加するための36の様々なボランティアミニストリーが存在する。現在教会には12人の牧師、また聖職者としての称号を受け任命された牧師が5人いる。また127人のフルタイムスタッフがジュロンウェストの教会堂、またはサンテックシティにある教会事務局で働いている。シティハーベストでは週末の礼拝を英語、中国語、 福建後、関東語、インドネシア語で行っている。また、子供たちのための礼拝や知的障害者のための礼拝も毎週行われている。シティハーベスト聖書訓練センター。シティハーベスト聖書訓練センター。CHBTG は1994年、アジアに地域教会を開拓するための牧師、宣教師、教会の働き人を訓練するための目的で、 設立された。5ヶ月間のフルタイムコースを通して、アメリカのオーラル・ロバーツ大学と提携して、上級進学修了書を習得できる。過去12年間において、世界30カ国の海外学生も含め、2000人以上の人々が卒業している。シティハーベスト聖書訓練センターの指名宣言、世界の基準にあった最高の質の進学教育と実践訓練を、 提供することを通して将来、教会の働きに従事する人々を訓練する。私たちが提供するコース内容は、競技と実践の両面において学生を訓練し、彼らのニーズを満たし、強化し、インパクトを与え、すべての学生たちの可能性を最大限に引き伸ばすために行われる。シティハーベスト地域奉仕団体。シティハーベスト地域奉仕団体は、 現在7人のフルタイムスタッフによって形成されている。また1997年8月16日、協会登録局の会員登録を果たす、ロス162-97ウェル。また2000年1月7日より、シンガポール社会方針委員会の正会員になる。チャクサの会長は、デリック・ジョンダン。2004年4月29日、チャクサは IS、ISO9001。 2000を取得する。2005年に1年間で16,624のケースにおいて利用者のニーズに触れる。うち5,860のケースについては毎週活動に当たっている。シティハーベスト教育センター。まず、シンガポール地域開発青少年スポーツ賞との共同出資により2002年、シティハーベスト教育センター、チャセックとして教育賞に登録される。 チャセックの目的は G 種の N レベルまた O レベル個人受験希望者たちのために効果的かつ低価格で授業を提供するである。2006年 O レベル試験においてチャセックの学生は他の個人受験者より約7%の高成績を記録した。またチャセックはシンガポールで初めて G 氏 O レベルの教科にダンスを取り入れた学校として知られている。チャセックは 普通学級退学者たちの学業を助けるため、型にはまらない、自由な教育方法を取り入れている。また校長はシンガポールで最も若く、この学校の特徴の一つだ。オースクール。オースクールは、舞台芸術を学ぶための施設であり、エンサイクコンケや企業基金の援助を受け始められた、社会的企業である。社会的企業とは、企業経営モデルを使い社会問題を解決する。 企業であり、地域使えるためのビジネスである。オースクールは3つの社会目的を持って始められた。セルグループ CEG は、教会の働きの主要な一部分である。教会員は CEG という小グループで集まり、そこでは、礼拝、祈り、聖書研究等が行われる。通常 c g は、毎週1回、平日に持たれ、集会場所は、 シンガポールの至るところで行われることになる。現在、CHC には600人の CG リーダーがいるが、2つ以上の CG を任されているリーダーもいる。CG リーダーは、通常教会で行われる弟子訓練会や、リーダーシップトレーニングを受けた一般の信徒である。教会が人数的に増えれば増えるほど、セルグループこそ、効果的な弟子訓練の最良の場になる。 と CHC の主任牧師は語る。このような小グループのような環境の中で他のクリスチャン仲間との親しい人間関係を結ぶことができる。CHC はシンガポール、マレーシア、インドネシア、インド、スリランカ、台湾、日本、オーストラリアに協力協会や聖書学校を持つ。CHC は2005年に1年間だけで合計292の 宣教チームが派遣され、海外のキリスト教団体を手助けした。他の多くのカリスマ派の教会同様、CHC も聖歌隊を伴った現代音楽を用い、まるでロックコンサートのような雰囲気のプレイズワーシップを行っている。また、CHC では演劇チームが舞台芸術において大いに活躍している。2004年から礼拝のインターネット配信を始める。 131カ国、約578,560人の視聴者に届けられ、毎週末11,126人の人々が視聴している。また、CHC には30分の福音テレビ放送、ハーベストタイム、日本名、シーズンオブハーベストウィズ・コンヒーが13のケーブルネットワークまた衛星放送を通して届けられている。推計6億3。 700万人の視聴者がいる。当番組は英語、またはテレビ局によっては中国語でも視聴できる。CHC では、機関雑誌、ハーバストタイムを出版している。1999年創刊読者は約6万人。2006年、ハーバストタイムは中国語版でも発行を始める。中国語版の読者数は約4万5000人。シティハーベストチャーチでは、 毎年ユース正解、イマージが4日間の日程で開催される。2007年、世界16カ国の国々から合計8830人のユースリーダーや代表者たちが参加。また、CHC は毎年マレーシアや台湾でもイマージ正解を共同開催している。イマージでは、スペリン B、数学オリンピック、ワードパワー、歌唱コンテスト、説教コンテスト、 ブログデザイン、ショートフィルム、メイクアップ衣装デザイン、極限スポーツ大会など、合計61種類の様々な競技が繰り広げられる。2007年5月31日には、イマージ正解のオープニングの模様が、ゴッド t v を通して200以上の国々、1億に200万人に届けられた。2002年、CHC は2300席を有する教会堂を、 ジュロングウェストストリート91に完成させる。今日街道建設工事費用は4、800万、シンガポールドル、日本円で約35億円。シティハーベストチャーチの街道正面にはタイタニウムが使用されている。これはスペイン、ビルバオのグッケンハイム美術館建設後、アジアで最初のタイタニウム建築であると言われている。また、 街道の一部に使用するための特別石灰石がヨーロッパから直接輸入された。境界正面部分は世界一流の噴水壁が設計され、夜には美しくライトアップされる。境界建物内には200台収容駐車場がある。1階ラウンジには壁に取り付けられたプラスマ TV モニターが設置され、一般テレビ番組や過去の礼拝風景が随時放映されている。 またカフェエリア、屋上庭園、子供用の遊具やプール、洗礼層用プールもあり、ゴルフ愛好家のために小さなグリーンも敷かれている。屋上庭園には日中の暑さを和らげるため、クールミスト扇風機が設置されている。トイレはフランス人デザイナー、フィリップ・スタルクによって設計された。地下四階にある、礼拝街道は千七百平方メートルの広さで、 グハシラ方式を使用している。ステージの真後ろには控え室が2部屋ある。ステージ設計はニューヨークにあるクリスティー・オークショングスの前トップステージデザイナー、ダン・ヘスによって手掛けられた。またステージ上には巨大 LED スクリーンが設置されている。2005年12月15日、CHC は境界員増加に伴い、およそ8100席を有する。 シンガポールエキスポホール8をもう一つの礼拝会場としてレンタルし始める。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。